はい、どうもこんにちは。沖縄の鈴木です。さて、画面は昔のスーパー桃太郎電鉄ですけれども、明日、いよいよ、桃太郎電鉄のね、平成令和版が、発売になります。というわけで、このチャンネルでもですね、やっていこうと思っているわけなんですけれども、まあ、一緒にやる相手がいないんで、ぜひですね、この動画の概要欄の方に、オープンチャットのリンク貼っておきますので、ぜひですね、一緒にやろうっていう方、はい、オープンチャットの方からご連絡いただけると嬉しいです。で、ついでに、この動画のね、概要欄の方に、私の Nintendo Switch の ID の方も書いておきますので、ぜひですね、そっちからフレンド申請などあると嬉しいです。はい、まあ、とにかくね、やっぱり一緒にやる仲間、いるといいんで、ぜひ一緒にやっていただければと思いますんで、よろしくお願いします。とりあえずちょっと適当にやってみるか、今日も。強い人たち。はい。自信はないよ。自信はないけど行くよ。どう？あ、違う。こっち。いや、プレイヤー3は、こっち。はい。アシュル。はい。はい。プレイヤー4。影姫。はい。よし、これでいこう。とりあえずこれで、はい、これでいいっすよ。いこう。でも、ちょっと、こんなもんでいいか。シャッフルシャッフル。ほんと明日楽しみ。だめ、ひょっとしたらね、今夜、0時ぐらいから、ちょっと練習プレイするかもしれない。サクッとやるで、これ。はい、いいです。どういう風にやろうかな。あんまり夜中だから声出せないから。どうしよう。まあ、それでもとりあえずやるんで、お楽しみに。いきますよ。どこ行こうかな？ポチ。はい。またまた遠いな。まあ、これでね、うちの息子が、まあ、少しでも、あれ？あ、大阪出発なんだ。日本の地理、覚えてくれればなと思いますんで。頑張るよ、パパは。よし、ゴール。え、どっち行っても赤じゃん。ちょっと待て。これでいいや。はい。6だと大したことね、こっち行っちゃうんだなぁ。ほんとな、高知から遠ざかってしまった。6は良くなかったなぁ。え、そっち行くの？ほら、こうなるじゃん。高知だからな。結構近いよな、これ。もう、運が良ければ、このかぐや姫もう行っちゃう。どうしよう。最初はもう、ほっとく？ 1？潜水艦か。困ったな。どうしよう。反対方向に行ったのが失敗だったか。
もうお金マイナス200万とか。ないじゃん、物件が。うん。どうすんの？借金200万を使ってしまった。終わったもんだ。マジか。こんなにプラス。うわ、かげ姫やばい。違う。もうカエルで買っちゃおう。はい。はい、これでいいっす。買うよ。はい。どうしよう、どうしよう、どうしよう。どうしよう。間に合うかな。もう無理っぽいんだけど。お、そっち行った。もうやだ。全然お金ないです。はい、7月。列車から始まる夏休み。いいな、いいな。沖縄には列車が、あ、揺れるぐらいしかないから。6。あ、違う。何も買えないっす。困った。だってもう、この後、かぐや姫、行っちゃうんじゃないの？高知。どうなんだろう。あ、かぐや姫じゃん。アシュラ、アシュラ。かぐや姫か、アシュラか。困った。頑張るよ。はい、8月ですよ。ぴったりコーチに止まれない。はい。天運カードって何？1位。買える物件はないです。もう誰かコーチ行っちゃうよ、このままだと。いいな。俺もケチらずこっち行けばよかったかな。2が出たらもう、危ねえ。6。お、来た。1、2、3。くい、ああ、もう、少ないし。困ったな、どうしよう。ひょっとしたらいけるかもしれない。1、2、3だっけか。よしよしよし。まだまだ高知には。高知取りたいな。いけるかな。取られそうな気がするんだけど。かぐや姫が一番怖い。3だっけ、あーって。
え？リトルデビルが。大変だ。おう。それでも4000万持ってんだからいいじゃん。一。ちょっと待って、ここ、どういう駅？ここは？あ、マイナスの駅。わかんなかったよ。はい。ゲッ。はい。もうしょうがない。しょうがない。300。高知が取れればいいけれど。プラスの駅も泊まりたいよ。こんな借金だらけやだや。困ったな。あ、はい、こっち捉えた。はい。やっぱりこれからモンタル電鉄やっていく上で悩んでるのは、本当に、5年とかやったら2時間じゃん。動画にできない。どうしたらいいのか。まあそういうところでね、まあちょっと考え込んでおります。さて、ちょっと、貧乏な気にされて。はい。というわけで、今回はね、こんなところで、一旦終わります。まあとにかく、動画の概要欄の方に、フレンドコード書いておくんで、よかったらフレンドシステムにします。そして、もう一つ動画の概要欄の方に、オープンチャット、URL 貼っておきますんで、一緒にやりたいという方はぜひね、オープンチャットの方、参加していただけると嬉しいです。というわけで、まあ今回は、この辺で、よろしければですね、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それじゃあ、また、バイバイ。